春の訪れを告げる梅や桜、初夏の花菖蒲や夏の花火と見どころいっぱいの大池公園。平成26年度から園路を改修する工事が始まり、市政50周年を記念して大型遊具がリニューアルされるなど、これまで以上に利用しやすくなった大池公園を紹介します。昭和48年に東洋が開始された大池公園。公園の中心に太田大池が位置し、その周辺には自然林を生かした園路や動物舎、芝生広場、野球場などがあります。太田大池の周りに整備された外周と内周の2つの園路を通って大池公園を散策してみましょう。公園管理事務所のある正面入り口駐車場からスタートです。大池公園は桜の木が756本植えられており、東海市を代表する桜の名所です。桜祭りでは光の演出によって色鮮やかにライトアップされるなど、多くの人を楽しませてくれます。太田大池の堤防を過ぎ、芝生の山を抜けると花菖蒲園が見えてきます。これまでにスロープや歩道の整備のほか、太田大池との一体感を意識したレイアウトなど改修が行われてきた花菖蒲園。峰紫や西行桜、清少納言など100種5600株に及ぶ色とりどりの花菖蒲が咲き誇ります。花菖蒲園を過ぎると外周コースと内周コースに分かれます。外周コースを少し行ったところには竹のある丘があります。ここではタケノコ取りなどのイベントや、そうした素材を使った料理講座も開かれています。また東海市では年間を通じて環境について学べるエコスクールを開催していて、大池公園もその会場になっています。花菖蒲園を過ぎてからの内周コースは、水辺の爽やかさや緑を感じながら太田大池沿いを歩くことができます。しばらくすると見えてくるのが多目的広場です。ゲートボールやサッカー教室などさまざまなスポーツイベントが開催されています。多目的広場の片隅には健康器具が設置してあり、子どもから大人まで簡単に体力チェックなどが行えます。4月下旬から5月上旬には藤棚を見ることもできます。多目的広場の西には梅林の丘があります。それでは大池公園の風景や花々を紹介しましょう。四季の花々を楽しめる大池公園。公園管理事務所内の談話室には花だより情報板が設置され、園内のどこでどんな花が咲いているかが一目でわかります。
梅林の丘を過ぎて外周コースの坂道を進むと野球場が見えてきます。ここは夏の花火大会のメイン会場になります。大池公園にある運動施設、野球場とテニスコートの予約は大池公園管理事務所窓口で受け付けています。市のホームページにリンクがある施設予約システムでも受け付けていますのでご利用ください。令和2年度末に野球場横の園路にも新たにゴムチップの舗装が整備されました。柔らかく足腰の負担になりにくい作りになっています。最後に芝生広場と遊戯広場に到着します。遊戯広場には市政50周年を記念して令和元年度の市内全小学校5年生のアンケートで決定した新しい遊具を設置しました。以前設置されていた遊具を覚えている方も多くいらっしゃると思います。しかし長い年月が経つにつれて老朽化が進んできました。今回新しい遊具になって綺麗な色合いにもなりましたし、からくり時計もあるんですけど残してほしいという声が多くあったため、塗装とか色だけ塗り直して残したことによって今でも多くの方に楽しんでいただいてます。こういう時期でありますけど家族連れだったり多くの方に利用していただいていて、とても作った側としては嬉しい気持ちになります。また児童遊園にも新しい遊具を設置しています。そして子どもたちに人気の動物舎、寄付金によって新たに設置した説明看板でより動物のことが分かりやすいようになりました。この動物舎には哺乳類5種20頭、鳥類9種44羽がいます。この中で子どもたちに人気があるのはニワトリです。コケコッコーの声が目立つのと鳴き真似に応えてくれるからかもしれません。そして今の時期はクジャクも人気です。7月上旬頃まではクジャクのオスが羽を開く様子が見られるかもしれません。その後はお盆頃にかけて飾り羽は抜けてしまいます。ここで市民の皆さんに動物との接し方のお願いです。一番は餌をあげないでほしいことです。動物たちの一日の餌の量や種類は体調など個々の状態で決まっています。周辺の草花や人間の食べ物には動物にとって毒になるものがあるかもしれません。誰が何を与えたかわからない餌やりは動物の健康を損なう原因になります。2番目は物を投げたり大きな音を立てたりしないでください。手を叩くパンパンやバンバンという音は動物たちにとって危険を感じ嫌うことが多いためです。大きな音を立てると逆に隠れてしまうこともありますので、そっとして見守ってあげてください。他にも大池公園には中央図書館や温水プールなど様々な施設があります。市役所に隣接する彫刻の広場には鉄の町を象徴する彫刻10点が展示されています。公園管理事務所に隣接したフラットは遊び疲れた体を癒してくれる甘いみたらし団子や東海市産の新鮮なフルーツや野菜を使ったスムージーなどのメニューが充実しています。東海市を代表する名所大池公園、1年を通じて様々な楽しみ方ができる憩いの場所です。